変長らくお待たせいたしました。安倍晋三でございます。現場のワンワンさん、現場のワンワンです。はい、現場のワンワンさん、どういたしましたかね。最近究極にネタがなくて、はい、放送の、はい、すごい深刻な状態に落ち込んでるんです。焦りますよね、はい、わかります。ちょっとネタの方ちょっと提供していただいて。ネタの方提供ですか。今いいネタありますよ、はい、いいネタ乗ります。乗りますもちろん。今恋愛台本がめっちゃ来てますよ、はい、今。ん？恋愛ですよ。今グイグイ来てるの。グイグイ来てる？来てますね。どういうことですか、それは。付き合いましたみたいな。あー、なるほど。そういうことですよ。例えば誰と誰がですか？僕とワンワン。え？いや、もう台本ですから、これ。これ台本ですから。自分？そう。自分ってことですか？いや、だから俺もネタないし、ワンワンもネタないでしょ。あ、そっか、サメちゃんと付き合えばいいのか。そういうこと。そろそろクリスマスやし。そんで、で、喧嘩台本とかして、うん、で、もう別れますとか言いながら、もう次の日復縁台本。うちら殴り合いもできるしね。そう、俺の手間もできるじゃん。うん、できるできる。まあ、半年は持ちますよ、これ。もう結婚しますとか言っちゃえばいいんだもん、最終的に。あ、なるほどね。ね。ハートもいい。もう半年ぐらいはネタ持ちますよ。付き合っちゃうか。付き合っちゃうか。じゃあ、森優になっちゃおうかな。そうだね。そしたらもうワンワン、うち来いよ。オッケー、もう、わかりました。じゃあ、年内に行きますね。あ、ほんと？じゃあもう、リスナーの皆さん、僕たち、お付き合いいたしました。ちゃんと段取り合わせて。僕たちって言ったら私たち。私たちか。リスナーの皆さん、僕たち。私たち。せーの。お付き合い。お付き合いをします。します。いい、つかみは OK。ね、あ、クリスマス作れば。ね、クリスマス。クリスマス。あ、そうやの。今やったらな。花火ありがとう。あ、ありがとうございます。いや、もう今恋愛台本がグイグイ来てるんですよ。うん、今、そういう、多いもんね、恋愛台本、ね。今多いですね。もうこれ波に乗るしかないです。波に乗っとかないとね、やっぱり。うちらも長いからね、配信が。そう。もう、だって、実際問題は新参に今抜かれて、我々大変なことになってます。そう、新参に抜かれて、我々ちょっと低迷してるから。ね、ちょっとドキマキしてますからね。してますからね。ゲームやっちゃってるから。ああ、もう、あれも相当追い込まれてますよ。追い込まれてますよ。でもまあ、僕とワンワンだったら、まあ、そこそこブイブイ忘れられますよ。そうですね。間違いないです。うん。ドライブデートとかしちゃったりして、ね。ああ、いいっすね。いいっすね。ワンワンね、タンデムシートに座らせてバイクでね。あ、楽しそう。風を吹きたい。もう夢が広がる。そう。で、じゃあ、その設定で行きましょう。行きましょう。じゃあ、とりあえずうちにちょっとお泊まりに来て、で、それで使うよ。とりあえずね、忘年会で行かないといけないな、私、関東の方に。ああ、なるほど。で、その時寄りますね。了解です。カレピッピの家に。了解しました。ピッピって呼ぶから、今日から。じゃあ、僕のことを好きですか？当たり前じゃん、だの、クラッカー。チュッチュッ。じゃあ、後で。連絡しますね。じゃあ、LINE、DM の方で。LINE、教えて。あ、教えてほしい。QR 教えておきます。よろしくお願いします。サメピッピ。じゃあ、また連絡します。待ってる。はーい。はい。やっぱ王者は最後勝つんだな。そういうことだよ。腕。そういうことだよ、これは。ありがとう。やったよ、もう最終的に勝った。花火ありがとう。恋愛って素晴らしいな。敗北を知りたいもんな。やっぱ王者持ってるね。うん。彼女できちゃったな。ベストカップルかもな、俺な。テロップ変えよう。そうだな。いや、閲覧またまったもんな。はい、またね。この流れを待ってたんだよ。
びありがとう、うん、大丈夫大丈夫、あのもうビジネス恋愛だから、うん、もうみんなリスナーも分かってるし、うん、はいおはよう、ありがとうございます。これを待ってたんだよ俺は。これはもう多分半年はいけるんじゃない、この台本。そう、このあこの台本じゃない、これは、うん この企画は、まあ、台本って言ったら言い方悪いな。指輪のお金ないよ。あので半年は持ちますよ、ワンワンさん。ありがとうございます。ウィンウィンだもんね、花火ありがとう。ワンワンと結婚します。完全に地合い引き合ってね。完全に夕間詰め。夕間詰め。もう一本針落としたんだよ。ね、落とした瞬間、あっ、もう感触あった。もうこれ、あこれは大物だっつって。ね、もうドラグが出る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 。でも、あこれいかもうおかあかんなあかんなみたいな、そんな感じで、もう2時間は死闘したかな、 GT とね、浪人味っていうね、もうすごいの、もう2時間もう地合いだよねこれね、完全に言うまずね、もう1本、いやーでかかった、うん、クジラだね、クジラだね、白芸との戦いだねこれは、根がかりではなかった。いや、ほんと GT、まさか釣れるとはね。うん、いや、ワンワンだったら半年は行きますよ、これ。これ悪いけど、ね、来るとか、エルマルじゃ、多分1ヶ月ぐらいなんだよな、台本が。正直言っても半年引っ張れない。ワンワンは配信を分かってるから、もうこれは、もう喧嘩配信とか、ね、喧嘩配信も盛り込みながらの、もういい、もういい、みたいな。もうあの発覚とはもう無理みたいなこと言いながらも、もう次の日にはそうだね、プリ取りに行こう、プリ取りに行こうね、ね、ワンワン大好き気持ち悪い。うん、まあ、あとはどれだけリスナーさんをつなげられるか。まあ、とりあえず、まあ、子供作っちゃうまでがね、ワンセットなのね。いや、とりあえず妊娠したかもしれない、でも検査できない、お母さんにも言えないみたいな、うん、もいやだ、なんかちょっとね聞くな。 ありがとうございます。あのワンワンを幸せにしますもんね。あ、サメピッピに名前変えないとな、ちょっと名前変えますね、ごめんなさい。なんかもうさっさと春が来ちゃって申し訳ない。まさか、まあ、なんとなくでも来るなとは思ってたんですよね。はい、名前変えました。ヤワマン美人可愛いからな、うん、料理配信もできるよ、そういうこと。そうワンワンとさ、ありがとうございます。はい、とんでもない大物だよ。もう俺もう思ったね、あいるなって、いるなって、もうね、うん、ワンワン嫌いじゃないもんね。そう、一緒に料理なんて、まあピッピはね、わかんない、そうやって呼ばれたことないからちょっと引いてる今。ちょっと飲み物取ってくるね。喉乾いちゃった。ちょっと緊張するな。今日暑い、めっちゃ。何これ。そう、緊張した。喉乾い。やっぱ最後に決めるよな。やっぱ最後に決めるんだよ。もうワンワンは俺が守る。小峠から僕が守る。いや、たまんねえな、俺な。小峠から僕が守るよ。いやー、よかった、最後にね。丸く収まった。ヤンちゃん上がんな、ヤンちゃん。ヤンちゃん上がんな。ヤンちゃん見てんなら上がんな。おっぱいでかいね。いや、今日はね、コラボ枠だから。足跡マーク外す。ヤンちゃんいないかな、もう。いないか。いや、もうね、ネタがないんだよ。もう今ね、新規がね、若いやつだから、みんな後輩がね、跳ね上がってきてんじゃん。ゼロワンこそ落ちたけど、今、一時間ね、ワンワンは遠いね。いや、捨てるわけじゃないよ。ビジネスだもん。ワンワンはその、いや、後輩がぶち上げてきてるからね、今。
がもう危ねえ危ねえ、ゲームやってる場合じゃねえからな、ほんとな。だからもうここはウィンウィンで、ご助会だよ、ご助会、うん、そうだ、ヤンちゃんも台本に織り込まない、そういうこと、そういうこと、ワンワンと俺の物語じゃなくて、もうその東京ラブストーリーみたいな、そういうことよ、先を見据えなきゃね。そんなもうね、もうほんとつまんない、そうゾンビ倒してる場合じゃねえんだよ、ほんとにやべえみたいな、ガンガン追い越されてくからね。昔の貯金で持ってるようなもんだからね、俺の配信なんてね、ここ数年なんかクソつまんねえ雑談しかしねえからね、下ネタしか言ってねえのに、今までの積み重ねの貯金で食いつぶしてんだよね、それで今までの貯金食いつぶしていってんだよな、そろそろなんかしないとやべえなとは思ってたよ。だろ、今までの貯金があるからなんとか大手だねみたいな、レジェンドだねみたいな見方してくれてたけど、そろそろ貯金なくなるからね、うん、若手やべえやな今な、政治とかな、とクソみてえな配信やってる場合じゃねえんだよ、まあ、昔一回ワンワンにやってる、そうワンワンも貯金使い果たしてね今、やべえよ昔の蓄えで生きてんだから今、うん、いや思う、君が持ってなくても生まれてんだよね、残念ながらもう13年やってんだこれ、もう今貯金がなくなる、もうだん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 、あやばい来年生きていけるかなみたいな貯金になっちゃってんだから、逮捕はな、今流行ってるね恋愛がね、いや今まで手出したことないの恋愛逮捕、まあやってみるかなって、まあ、ワンワンとだったら気が合うから結構そういう意味では、まあ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 、その、まあ、あくまでよ、あくまで、あの、考えて、俺とワンワンは、全然ギスギスしてないから。例えば、NHK とかで夕方に見てた、フルハウスみたいな、アットホームなドラマ。わかる意味。もう、配信あっての恋愛だから。俺たちは、もうリアルでは、多分、あの、リアルで二人だと思う。あ、そうなんですか。あ、あ、その、あ、でも多分2人の空間は多分終始無言だと思うの。ただ配信が回るともうなんかね、もうね、サメピッピーとか言って、わかる、そういうこと、配信向けに恋愛ドラマを繰り広げるだけで、配信外は一切会話もしないよ多分。まあまあ、そうミシェルに似てるもん、そう配信中は殴り合いとか混ぜ込みながらのそのなんかね、ホームコメディみたいな、あのだからもうあのギスギスしたのは一切ないですからね、うん、そこは勘違いしないでよ本当に、分かんない場合だもん、まあき、まあ喧嘩とかし、まあ殴り合いとかしないけど、あのバンになることはしない、ただあの面白おかしく、配信外は多分無言だと思う、2人とも目も合わせないと思う、2人ともコミュ障だから、ということで、まあ、この枠で終わりますけど、はい。立つのかね、だからセックスしないもん。そこは。だから、割り切ったカップルだっつってんの、完全な。完全無欠な割り切った、もうカップル。わかる？わかる？俺しないしないセックスは。そう、バンドルだから。あ、わかんない、アサヒは。あの、A 版の人との話題は出したくないんで。配信外は無言だよ、二人とも。終始無言だ。ああ、お疲れ。会員、後でちょっと LINE する送るから。あな、後で話してあげるから。な、ちょっと待っとけ。夜は電話するから。LINE な。必ずワンコールで出る。ハートありがとう。うん、割り切った関係だから別に、うん。そう。配信カップルだから。まったね。ああ、ナビありがとう。王者は最後に勝つんだよ。危なかった。ほんと危なかった。もう引退まで考えちゃうよね。ああ、おやすみ。